はい、こんにちはソニーショッッップテックスタッフ店員佐藤です、えー、今週は CP プラス2023が開幕したということで私も、えー、と昨日お邪魔させてもらって見てきました、えー、と,とても懐かしい人たちなんせ4年ぶりの開催なので懐かしい人たちとご挨拶できたのが一番うれしかったですねえー、と前前の前の 担当セルスさんなんのかな、前の前の前の担当セルスさんかな、稲永さんとか。えっ、ー、と、いらして、ご挨拶できたりとかですね。あと、十年ぐらい前まで、えっ、ー、と、アルファの方にいらした方がいらしたんで、あの、いたんですけども、ソニーさんで。えっ、ー、と、転職されて、ちょっと外に出られてたのが、ええー、戻ってこられて。ええー、なんと、また、来年から、アルファの舞台に戻ってくるということなので、すごく心強い方々。復帰してきたなあとか。 あと今までここ4年間会ってないのでもう部署,え部署変更しててお世話になってた方々があの全然最近お名前聞かないなと思った方があの転職して元気にやってらっしゃってたとか、えー、という話ができて本当に楽しかったですあそうそう、えー、去年とかあのうちの撮影会でお世話になったあの飯塚プロカメラマンプロカメラマンの飯塚さんにもあのお越しになっていたのでご挨拶できました、えー、いろいろお声がけだいた皆様ありがとうございました それと,、えー、と天皇誕生日ということで、えー、と休日だったのでお客さんもあのうちのお客さんも一般の方々もあの初日いつも平日なんですけどもお見えになっててあのたくさんあの知ってる顔を拝見させてもらったのも嬉しかったです。さて、えー、とそんな CP プラス2023なんですけども、えー、とソニーブースの様子を中心に、えー、と今回はレポートしたいいと思います、えー、と今年のソニーブースですけどもやはり一番目玉というか話題なのは、えー、前日に然々日発表になった、えー、50mm の単焦点レンズ SEL50F14GM こちらの展示がスタートしているというのが一番のニュースではないでしょうか。えー、と会場のの方ではではすね5台の SEL50F14GM が,が、えっと、5本並んで展示されていて運がいいと、えっと、6000万ガスの α7RM5 で試し撮りができてそれ以外のモデルも α1 で、えっと、がつながって撮影できるようになっていましたこちらは予約なしで、えっと、当日、えっと、並んであのハンズオンするような形になってますので、えっと 土曜日日曜日に行かれる方もどなたもさて、えー、50mm の F14GM ちょっと簡単にご案内するとこれが αE、えー、マウントレンズとしては72本目のレンズになるそうで、えー、すごいですねこうやって表を見てみるともう何本 50mm あるんだと。 あと 55mm もあるなというふうな形で、えー、と一体何本かぶってるんだろうっていうふうに見えるんですがよく見てみるとですね G マスターレンズに2本はあるんですけどもそれ以外のレンズ G レンズに1本で、えー、とカールサイズで 50mm1 本、まあ、55mm ももう1本ありますがそれと,、えー、とソニーレンズとしてあのコンパクトな 50mm の F1.8 があったりあとマクロレンズで 50mm の F2.8 があったり。 そして、えー、APS-C にも 50mm の F1.8 があったりと,、えー、とそういったラインナップになっていて全部合わせるとこれ8本にもなるんですけどもそれぞれのカテゴリーごとに、えー、と1本ずつ 50mm のレンズを配置していこうというようなあの形でラインナップされているようです、えー、50mm の G マスターレンズに2本もあるじゃないかというところですけども 50mm の F1.2GM はちょっとこの辺り特別なスーパーレンズです、えー、4218とか 64に並ぶような、えー、とメーカーの一心をかけたようなあのスーパーレンズでたった0.2しか絞り違う,違うじゃないかというところですけども解度はもう全然違うので、えー、とこのレンズはちょっと別格、えー、とそれ以外でいくとあのノーマルの G マスターレンズ、まあ、ノーマルの G マスターレンズって言ったらあれですけども普通に使える1.4の 50mm の、えー、と G マスターレンズとしては、えー、とこれが、えー、と初めてというかあのラインナップに加わってくるようなレンズになります。 非常に軽量で 24mm よりちょっと重い 35mm の35、mm、F1.4GM とほぼ同じぐらいの重量というか、まあ、50mm の方がむしろ軽いんですけども、えー、とレンズ配置などもちょっとあの変わっててあの大小あの光を伸び縮みさせてなくてストレートに持ってくるような、えー、とレンズ配置になっているようで、えー、とそういったので。あの 軽量化を図っていいるのかなという特別な技術を使っているわけではありませんというふうには聞いています。レンズとしては絞りリングが入ってそしてフォーカスホールドボタンも上面と左側面と2箇所あるので縦取りでも使えるようになっています。そして絞りのロックアイリスロックも入ってそのクリックオンオフもできるようになっていたりとあと AFMF の切り替えスイッチですねほぼフル装備になっているようなレンズになっています。 これの前になる 50mm の F1.4 のサイズの方がですね2016年発売になりますのでそちらの発売からするともう7年になるんですかねこの7年の間にかなりソニーのデジタル時間アルファも変わってきてもともと E マウントレンズは動画を考えたマウント,に,ウントになってはいるんですけども Vlog がスタートして動画に対する撮影に対する要求はどんどん高まっていてそういった あの高まってきたあの動画に関するあの性能をアップしたレンズという風な位置づけになるかと思います。えっ、ー、とこちらが作例というかですね。私がそあの今回ハンズオンで撮ってきた写真なんですけども、えっ、ー、とコロナ対策でモデルさんのステージからあの撮影場所までちょっと距離があの取られていて、あんまり寄れないんですね。 70200とか1 3 5ミリとかの、えー、とちょっと望遠系のレンズであればいい具合にポートレートが撮れると思うんですけども5 0ミリだとちょっと遠いかなというところでしたでも撮ってみるとですねこうやって前ぼけを試すこともできるし、えー、とキリッとシャープなあの写りというのをあの実感できると思いますぜひ、えー、CP プラス行かれましたらあのこちらの方 試してていいただいて、えー、とあ,あとショールームの方でもですね土曜日からハンズオンが始まりますので展示が始まりますのでそっちあの CP プラス横浜に行けない方はそちらで、えー、お試しになってみてはいかがでしょうか発売が4月とちょっと先の方になるんですけどもこれはあの生産上の問題とかがあるわけではなくて CP プラスに合わせて、えー、と早めに発表したのでちょっと発売まで時期が空いてるという感じなんだと思いますさあそして、えー、と2番目の あの目玉というかニュースはやはりこちらのロービジョン社向けの、えー、DSCHX99RNV、えー、キットですね、えー、とロービジョン社向けの方の,の向けのレーザーを使ったあの網膜投影をする、えー、とカメラキットというふうになっていますこちらの方も、えー、と展示があって、えー、と3台展示されていましたえ 実際に試していただいてそれで、えー、とソニーストア実店舗でしかあのオーダーのできない商品になっています、えー、通販はやってないのでオンラインだけでは買えないんですけどもっていうとまあソニーストアのショールームに行かないとこれあのそれであのメンロービーンの方でないとされないのかなと思ってたんですけども、えー、と CP プラスではあのもう普通に、えー、と予約なしで並ばずに、えー、と実機をあのなんと覗かせていただくこともできます、えー、カメラ自体はですね えー、HX99 と,、えー、と全く同じというかあのカメラそのものでそれに、えー、とロービジョン社向けのこちらの、えー、と網膜投影の、えー、とレンズキットというかあのキットがあの付属するような形になります。HX99 は底面にですねあのマイクロ HDMI の端子がついているのでそこから映像信号を引っ張り出して、えー、とレーザーを使って、えー、と網膜に直接届けるという見せ方をします。えー、私もも実際に覗かせてもらっ たんですけども、えっ、ー、と私はですね、ちょっと若干禁止なんですよ。ちょっとこうやって普通に物を見てるとボケてしまうので、えっ、ー、とアルファのファインダーなんを覗くときも、えっ、ー、と始動調整をえっ、ー、と思いっきり動かして、あの一番あの禁止側に向けてあの動かして使ってるんですけども、えっ、ー、とそれをですね、えっ、ー、としなくても、えっ、ー、と覗くとあのバッっちりもう最初から始動が合ってるような状態で使えて、え？ なんでですかって言ったらそれが網膜投影の仕組みなんですよというふうに言ってました。えっ、ー、と見てみるとですね、えっ、ー、とまあちっちゃい穴があってそこからあの大きめのスクリーンがあの目の前に広がっているのでそれをこうやって覗いているような感じでえと見るんですけども、えっ、ー、と解像度はそれほど良くないし、えっ、ー、と色再現もあのなんていうんだろうこちらのあのアルファ 7R5 みたいな。 800万ドットのすごいやつをすごいあのファインダー像を見てるっていう感じではありません、えー、と解像度も低いんですけども、えー、と,とにかくそうやってあの網膜に直接届くのであの裸眼であのコンタクトレンズし,しなくても眼鏡をしなくてもあの見,え見えるというところがポイントになるそうですよいしょで、えー、とまあこれはですね あのファインダーの中ちょっと撮らせてもらったものになるんですけどだいたいたイメージこんな感じです、えー、色もちょっと再現性そんなに高いわけではなくてですね、えー、なんて言うんだろうなあの映像確認用みたいな形にはなってしまうんですけどこれがあの白にあのロービジョンであの視界に問題のある方というかあの障害のある方はあのこれであの見やすくなるのかなと。 えとお話その場で聞いていたらですねあのこれを使うことでロビジョンの方が初めて自分のお母さんの顔を見ることができたとかっていう話を聞くとあのあこういう製品はどんどん本当広がってほしいなというふうに思います、えー、と購入規模の方はソニーストア、えー、と店舗の方へで、えー、とお試しになってみたいな具術的に興味があるなという方は、えー、今回の CP プラスでお試しになってみてはいかがでしょうか。えー、とそしてて、えー、続いて ソニーのクラウドストレージの、えー、とクリエイターズクラウドというものも発表になりました。えー、とこちらも早速展示があって、えー、と案内を現地でされています、えー。これはですね、どんなサービスなのかというと今までやってたプレイメモリーズホームそれから、えー、とイメージングエッジに引き継がれてそこからですね、えー、とまた 今度はクリエイターズクラウドというサービスにすべ、えー、て変わっていくというような流れのものになります。えー、と主にですね、この3つの特徴があって1つはカメラからクラウドストレージへのシームレスな連携となってますけれどもこれはあのクリエイターズアップという新しい、えー、とスマートフォン向けのモバイルアプリが、えー、と登場して えとこれにえと今まで使ってたイメージングエッジモバイルがあの成り代わっていくというような形になりますそして二つ目にですねえとクラウドサービスあのそれとあのアプリケーション群があるんですけどもこれらをあの統合するようなサービスになるとそしてえと第三にえと世界中のクリエイターとの競争の場というえとなんて言うんだろうな自分でポートフォリオを持ってそれを世界にえと公開して えと他のカメラマンさんと世界中のアルファユーザーさんとあのコミュニケーションを取ろうというようなことができるようになっています。でどういうシステムなのかというとまずは、えー、とこのクリエイターズアップなんですけども、えー、と今まで、えー、とその前はプレイイメモモリーズモバイルだったのかなそれから、えー、とイメージングエッジモバイルになって要はあのカメラから、えー、とスマートフォンにあのデータ転送をするためのアプリというのが。 必ず用意されてたんですけどもこれが今度は、えー、とクリティアーズアップというアプリに切り替わっていきます。えーとまあ、やれることは今までと一緒なんですけども、えー、とちょっと違うのがですね、えー、とお気づきの方はあのご存知だと思うんですけど α 7ーの時から、えー、若干あのアクセスの方法が変わってるんですよね。Bluetooth の常時接続みたいな形になっていて、えー、と今までより非常に安定したあの Bluetooth 接続ができていると思います。 それ以降出てきたカメラが皆そちらに切り替わっていて ZV1F とかすると FX30 もそうですねあと新発売の α7RM5 こちらもその新方式のアクセスになっていますそれらの新方式のカメラのみクリティアーズアップに対応して α1 を含むそれまでのカメラというのはですね 7C とか7 s 3ですね えと従来通りえっ、ー、りイメージングエッジモバイルを、えー、と使ってそれを介してあのクリエイターズクラウドに上げるというようなサービスになるというふうに、えー、と説明を聞いています、えーとまあ、あの対象機種「鋭意努力します」と言ってますけどもあのもう見るからに接続方法はちょっと違っちゃってるので、えー、とそ,それはないのかなって個人的には思うんですけども実際のところどう,だのどうなるのか。 これからの展開になりますこのアプリがですね、昨日時点では2月下旬配布予定ですというふうになってましたけども、さっきスマートフォンを見たらですね、もう新しいアプリにアイコンが変わってましたので、まだちょっと僕も試してないんですけども、それでどうやらもう新しいアプリにこれで切り替わっていくのかなというところですね。 これが、えー、とそののの転送の部分の話そして、えー、とクラウドサービスのところなんですけども、えー、と一番大きなというか目玉になるサービスはこの、えー、とマスターカットベタ版なんですけどもそういう、えー、と動画編集クラウドというのがあって、えー、とこちらのサービスの提供というのが一番大きいのかなと思います。えーとまあ、動画をアップロードする,んだするクラウドサービスで、えー、と夜どれぐらい使えるのというのが気になるところですけども。えーと ソニーアカウントをお持ちの方であれば 5GB まで無料でソニーのアルファ製品をユーザー登録してある方であれば 25GB まで無料で使えます無料で使えるクラウドストレージのプランとしては 25GB っていうともう最大級じゃないでしょうかね で、えー、25GB 動画じゃちょっと足りないんじゃないのという方には 100GB と 500GB が有料プランとして用意されていて 100GB で700円 500GB で1400円という目安になるというふうに聞いています。で、えー、とこれでですね、何ができるのかというとマスターカットの方に動画アップロードするとですね、ここで、えー、と動画の 音量環境音とか風切り音の低減とかそういった形の、えー、と補正をすることができますそれと,、えー、とカタリストブラウズでもできますけども手ぶれ補正、えー、と撮影時にカメラの方でメタデータを入れているファイルに関してはあの手ぶれ補正をここで補正させて、えー、と画像をあの加工することができるとこれをクラウド上で全部やっといてくれるというサービスになっています。 例えば撮影者と編集者が違う場合違う方の場合違う場所でやる場合というのは、えー、と撮影した方がクラウドにあのマスターカットの方にデータを全部上げておくとそこでえと手ぶれ補正と音の補正というのをクラウド上で全部やってもらってで編集する方があの連絡をもらってあのファイルを上げたよと言ったらダウンロードするときには基本的な補正がもうできている状態でファイルを受け取ることができるというような使い方ができるそうです。 ご自身で、えー、と編集される場合も撮影地で一回撮ったデータで使うものを全部一回クラウドに入れておいてあげると,、えー、と自宅へ帰るまでにこれらの補正が全部終わっているというような使い方ができます。そして、えー、ともう一つが、えー、世界中のののクリエイターとの競争の場、えー、とこちらのサービスに関しては、まあえー、とこちらのクリエイターズクラウドの中でまず最初にプロフィールを作ってそこに、えーまあ、カメラをっとまあカメラを 持っててるカメラを追加しリストを作ってそしてクラウドステージに写真を上げていくんですけどもここで20枚の写真を使ってポートフォリオを出すことができるんだそうです私も早速アカウント作ってやってみました「大蔵」というプロフィール名前ででアイコンとかも自分でこうやって作ることができますで写真はですね12月に年末にどこかにビューンで長野に行ってきた時の写真適当に選んで ざっと上げてみたんででですすけどもこれれポートフォリオが作れるようなな形になりますで、えー、とプロフィール作ってる間にこうやって、えー、と持っているカメラそして、えー、とそれ以外の,あのレンズのラインナップとかを自分でチェックしてマークをつけていくと,、えー、と上げた写真をどのカメラどのレンズで撮影したのかというのを、えー、と自分であの付与していくんですけどもその時にリストを簡単にこうやって選ぶことができるのかなというところですね。よいしょ でえー、とそ,れそういった上げた写真をこの,このあのク a t ー r s c l o u の中のディスカバーというタブの中で見てみるとこうして世界中ののアルファユーザーザさんの写真を見るることができるで、えー、とカメラ縛りレンズ縛りで、えー、と写真作品を、えー、抽出することができるので今度このレンズ買おうと思ってるんだけどどんな写りなのかなというのをチェックする、えー、ときに世界中のアルファユーザーさんの作例を こうやって参考にすることができるというような機能になっています。えっ、ー、とアルファカフェの機能に近いような似たようなことができるんですけども、アルファカフェほど積極的にあの写作品出していってあのコミュニケーションを取るものではなく、ええー、何だろうプッシュ型とえっ、ー、とプル型の中間みたいなものになるのかなと思います。えっ、ー、と今のところまだ写真上げている方すごい少ないので、えっ、ー、と今のうちに写真じゃんじゃん上げておくと。 えと結構たくさんの人に見てもらえるかもしれませんね、えー、と私もこの週末いっぱいちゃんと写,写真選んでポートフォリオを作ってみたいと思いますそれと,、えー、とあとは現地でならではの,がならではの、えー、とイベントがやっぱスペシャルセミナーとワークショップ、えー、とスペシャルセミナーも私も3本ぐらいあの拝聴させていただいてきました、えー、と中でも福田さんの、えー、5 0あの基本に立ち返る5 0ミリの写真 とかっていうふんわりしたテーマの、えー、セミナーがあったんですけども今となってすればこれが 50mm の F1.4GM のですね、えー、とセミナーだったんですね昨、えー、と長崎の方に行って一泊二日で撮ってきたというふうにおっしゃってましたが、えー、50mmF1.4GM の、えー、とさ作例をたっぷり見させていただきました、えー、50mm の標準レンズというのはですね、えー、とカメラの,あのレンズの写りの癖を知るのに最適なものだった そうで、えー、とこれ1本あれば望遠風の写真も撮れるし、えー、と光学風の写真も撮れるしという、えー、と福田さんの,あのプロカメラマンならではの技を見せていただけるようなそんな作例をあのセミナーでいろいろ解説していただきながら話を聞かせていただくのがとても楽しかったですね。えー、とそして、えー、とワークショップというのもやっていて、えー、とこちらは、えー、とセミナーブースト反対側の方のコーナーでやってたんですけどもこちらはあの作例を見せて。 あのこのレンズってこんなんだよというのではなくどちらかというとあのカメラの使いこれはですねあのクリエイティブルックを使ってシネマチック風な動画をあの撮れるようにしてみようと設定値を、まあ、あの最終的には教えていただけるんですけどもそこの設定値に至るまでの過程を、えー、とず,っと,ずっと解説してくれるので。 えとシネマチック動画シネマチックな映像っていうのはあのどういうふうに作り込めばいいのかっていうあのな考え方を教われるようなワークショップになってます。えー、とコントラストを下げていって、えー、とハイライトあのそれをあのどこまで落とすとあの後ろの壁が出てくるとかあの決まりでもうこれで撮ればシネマチックになるんだというものではなくて、えー、とどこを見てシネマチックと呼ぶのかというようなあの。 映像の楽しさをです、ね、教えてくれるようなワークショップでした。えー、とこちらも、えー、とオンラインで公開があるものがありますので、えー、と必見だと思いますさあそして、えー、と会場ならではの、えー、とサービスといえばこのノベリティプレゼントですね来場特典で、えー、LINE のお友達登録をあのソニーさんですると,です、ねえー、と写真のキーホルダーをもいただくことができる。 とインスタグラムで、えー、とアルファユニバースの、えー、とユーザーアカウントをです公式アカウントをですね、えー、とフォローすると,、えー、とスマートフォン用の壁紙をいただくことができます、えー、キーホルダーに関してはですね2019年の CP プラスで4ニッパーをプレゼントしていて、えー、とその後、まあ、3年間中止になっちゃったんですけどもソニースタの店舗の方でですね、えー、とおそらく CP プラスで配布するはずだったと思うこの 1635GM の キーーホルダーといいうのも配っていましたそして、えー、と今回は 2470GM2 のキーホルダーこれで、えー、とコンプリートしている人は3本目のレンズのキーホルダーが揃ったような形になると思います毎年1本ずつ増えていくんだとしたらちょっとこっちはこ,これはこれで楽しみですね来年は何でしょうねえっ、ー、とサンニッパーのあたりのレンズが、えー、とプレゼントされるんですかねあそうそうそう300の F2.8 も 2070G の時に発表になって、えーと、モックアップ展示あるかなと思ったんですけど、今回はなかったですね。と、以上で、こ、えー、としの CP プラス2023のソニーブースのレポートでした。えー、明日明後日まだやっておりますので、えーと、ぜひ行かれる時の参考にしていただければ幸いです。えー、当店もですね明日土曜日は営業しておりますので、CP プラスの会員でもぜひお立ち寄りいただいて、ご感想など話していただければ嬉しいです。 はい、今回もご視聴ありがとうございました。Yeah, Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be.